初代ルーカン伯爵、チャールズ・ビンガム。ジョシュア・レノルズの1780年の作品に基づくメゾチント。初代ルーカン伯爵、チャールズ・ビンガムはアイルランド王国出身の政治家、貴族。1761年から1776年までアイルランド庶民院議員を、1782年から1784年までグレートブリテン庶民院議員を務めた。 ホイック党所属。第5代順弾尺サージョン・ビンガムとアン・ベジーの次男として、1735年9月22日に生まれた。1752年にアニ・ジョンが死去すると、順弾尺位を継承した。1761年アイルランド総選挙において、名誉選挙区とカスルバー選挙区で当選、前者の候補としてアイルランド庶民院議員を務めた。 1768年アイルランド総選挙では、名誉選挙区で再選、以降1776年まで議員を務めた。アイルランド庶民院では、野党の立場にあったが、後に、おそらく助釈を求めて、アイルランド総督の初代ハーコート伯爵、サイモン・ハーコートに接近した。1776年7月24日に、アイルランド貴族である、 名誉権におけるカスルバーのルーカン団爵に除され、1778年6月20日にアイルランド貴族院議員に就任した。1782年4月、娘婿にあたるアルソープ子爵ジョージ・ジョン・スペンサーの講演を受けて、ノーサンプトン選挙区の補欠選挙で、クレートブリテン庶民院員議員に当選した。議会では、ホイック党に所属し、 第2次ロッキンガム公爵内閣を支持したほか、シェルバーン伯爵内閣期のアメリカ独立、戦争予備講和条約に反対票を投じ、フォックスノース連立内閣期に、チャールズ・ジェームズ・フォックスが提出した東インド法案に賛成票を投じた。続く第1次ショーピット内閣には、野党の立場に立った。しかし、ノーサンプトン選挙区の有権者は、 フォックス・ノース連立内閣の罷面に賛成しており、スペンサー伯爵とルーカン男爵とは逆の立場だったため、有権者たちはまず、スペンサー伯爵に次の総選挙で、ルーカン男爵ではなく他の候補を出すよう求めた。ルーカン男爵が立候補自体を拒否すると、有権者たちは、ノーサンプトン市民であるファインズ・トロットマンを立候補させ、 トロットマンは1784年イギリス総選挙で、ルーカン男爵を破って当選した。ルーカン男爵の敗因は不人気のほか、資金不足や選挙活動を担う人物の不在も挙げられる。1795年10月1日、アイルランド貴族であるルーカン伯爵に除された。カスルバーで大きな領地を所有し、領地開発に力を入れて、 現地で尊敬を受けたが、1798年、アイルランド反乱では、反乱軍がカスルバーでの邸宅に侵入して破壊した。名誉権でも、議会でも好まれる人柄だったという。1799年3月29日に、自宅で死去。息子のリチャードが借位を継承した。1760年8月25日、バースでマーガレット・スミスと結婚。 一難四条も受けた。ありがとうございます。